お疲れ様です。チャット GPTO ですか、はい。私もね、ちょっと試してみましたけども、まあこれから楽しみですね、あれはね。で、こういう新しいテクノロジー、しかも、ただとか、ただ同然で使えるのに、そこに飛び込んでいかない、もったいない話だなと思います。しかも、すごく隠されてるテクノロジーだったらまだしも、今回のチャット GPT って、ずいぶん前からリリースされて、バージョンアップを繰り返して、 今回バージョンが5になる前の 4o ってやつですからねこれは大きな転換点になるなと思ってでインフルエンサーの堀江さんとかがせっかく出してくださってて早くやった方がいいよって言ってるのにやっぱりねそれを素直に本当にやるのかもしくはその感想を誰かにね伝えるのかネットに書き込むのかっていうふうなアクションを起こさずに何をやってるのかなと思いますよね。特ににネネットビジネスで稼ぎたいいっていう人がものすごく旬なテーマに こうね絡んでいかないっていうのは非常にまあ、もったいないなでこの考え方の根底にはね賢者は愚者からも学ぶが愚者は賢者からも学ばないっていうまさにこれがあるのかなと思うんですようんどうしてもまあ、愚かな人っていう風にね一括りにはできないですけどもなかなか成果や結果の出ない人ってとりあえずね手数が少ないんですよねで分かっているけどやらないんですよ知っているけど取り組まないんですよ で知らなくてできないのはしょうがないんですけども、知っていてなおやらないとかね。指導を受けていてなおやらないとかね。で、やらない理由を編み出すのは天才的なんですよ。だったら、やらない理由のトップ100みたいなのをね、作ってしまえば、それは共感を呼ぶと思うんですけどもね。それもしないわけですよ。だから一人でいじけてる状態とも言えますよね。で、売り上げが上がらないからネットビジネスは詐欺だ。いやいや、ネットビジネスが詐欺じゃないけども、教えてる人が詐欺だっていうふうにね、ひねくれてしまうんですよね。 だからね、灯台に入ってで、路頭に迷ったら灯台のせいだって言ってるのと同じなんですよね結局はどんなに素晴らしい武器を手に入れても黄金の通路を手に入れても素晴らしい女の子と付き合っても自分が何者なんだってことが全てなんですよね、うん、だから自分以外の外にあるものってのは、まあ、いずれ剥がれ落ちていくものなんですよねでもどんなにどんなにこだわっても自分ってものはね自分から離れていかないんですよね まあここなんですよねきっとね。うん、まあ AI をね私もフル活用していきますよ。まあ AI ででも金がバンバン生まれたっていうことにはまだなってないですね。はっきり言ってね。まあ AI で画像を作って売るみたいなことはあったんですけども今はもう全然その先行者利益なくなって自分でお気に入りの画像なんて誰でも作れるようになったんでまあ売れないですね。だから AI 写真集みたいなやつもね出てたみたいですけどもあっという間に売れなくなりましたねあなのもね。<laughs> すすぐですよ。ハンモッ YouTuber よりも売れなくなる時期の方が早かったですそのサイクルがね、うん、まあでも AI にこう AI っていうテクノロジーを使って人を感動させたりね人の問題を解決することはできますどうやってやるかはやっぱり AI じゃなくて自分の頭で考えることだと思いますねいってらっしゃい